7月21日木曜日、三月前のイロイモーニング。この時間はカウボーイの架け橋のコーナーとなっております。の金田彩香さんと中継がつながっています。彩香さん、おはようございます。おはようございます。はい、第3週目、7月から少しお題が変わりましたが、これね、得意不得意があると思うんですけれども、第3週目、日本のアニメ情報となっておりますが、彩香さん、アニメっていかがですか？そうですね、まあ、そんなにこう詳しいわけではないですけど、はい、まあ、そうですね、タイは、はい、多分タイとか東南アジアは結構やっぱり日本のアニメすごく人気が高いので、はい、普通に生活していても日本のアニメのキャラクターだとか、はい、そういうものを結構普通に見る機会がたくさんあります。あ、そうなんですね。特にどんなものが流行っているというか。そうですね、普通にその日本でも人気があるワンピースであるとか、はいはいはい、まあ、あとドラえもんであるとかしんちゃんとか、あと名探偵コナンとか、はい、その辺のキャラクターっていうのは、はい、例えばコンビニで、はい、スナック菓子を買った時に、うん、なんかその日本でもあると思うんです、たまになんかおまけでこうそういうなんていうか、そういうアニメのグッズ、うん、まあ、私がこの間買ったのはこっちでもカッパエビセンが売ってるんですけど、はい、カッパエビセンにそういうワンピースのなんかポストカードみたいなやつが、ね、こうおまけでついていたりとか、はい、あとは会社 の、 まあ、同僚というかタイ人 の、 社員の子が、まあ、今は結構リモートワークが多いので、はい、こうなんていうんですか、チャットとかでやり取りすることが多いんですけど、はい、その子のアイコンがクレヨンしんちゃんだったりとかっていう感じで、はい、結構やっぱりもう本当に身近に日本のアニメが根付いてるなっていうのはすごく感じますね。そうですよね。このスタジオでもですね、ちょっとだけ一瞬私の目の前のモニターにクレヨンしんちゃん映ってました。8時台のね、はい、そんなね、実際にはニュースなんですけども映ってたりとかして、ちょっとなんか、あ、今日のアニメの予告かしらみたいな、そんなことがありましたけれども、これ日本人も知らない人いないですよね。ワンピース、ドラえもん、しんちゃん、コナン。そうですね、はい、やっぱりこう男性が見るアニメの方がメインになる、まあ、女性も見ますけれども、そうですね、まあ、結構トップ系とかもしかしたら多いかもしれないですね。そうですよね。でも私がちょっと知らないだけで、多分普通に少女漫画とかも全然こっちでは人気だと思うので、本当にやっぱり東南アジア、タイっていうのはやっぱ日本に対する憧れとか日本の文化取り入れる、まあ、土壌だなっていうのはすごく感じますね。そうですよね。日本のアニメって結構世界に広がっていて、それを親しくて日本に観光に来られる方もいらっしゃいますもんね。ですね、うん、それでやっぱり日本語を勉強される方とかも多いので、うん、私は去年までインドに住んでたんですけど、はい、インドもまあもちろん多少のアニメはもちろん日本 の、 アニメっていうのはなったりとか入ってきてはいるんですけど、はい、やっぱりタイでその日じゃないかなというのはすごく感じです。そうですね、日本人と海外のハーフの方でね、日本語を勉強するのに日本語しんちゃんって聞いたことあるんですよ。でちょうど私がホームしてたらオイラだって言うんですね。アニメで覚えるとアニメのキャラクターの話っていうのが癖になるので、オイラはねって言ってましたので、しんちゃんってすぐ分かりました。そうなんですね。日本語の勉強の仕方アニメからだと、なんかそのキャラクターがやっぱりこう入るという、やっぱりそういうものからかこういう勉強されてる方が結構やっぱとスピーキングとかリスニングはすごく上手だなっていう感じます。そうなんです。ちなみにタイはタイ語でここのアニメ放送されてるんですか？ちょっと私見てはないんですけど、はい、聞いた話だと全部翻訳されて、はい、まあ、聞き換えになってタイ語で、タイ語でデートとかもタイ語でるっていうことなんで、いいとタイ語でタイ語の人が見てみたいなと思ってました。そうですよね。そんなに分からなくても、シンタンの内容を言ってると、あ、愛してるなとか、
どんなふうに変わってるって分かるかもしれないね。おはようなの、はい、おはようございますなのとか、日本語ってちょっと難しいじゃないですか。でも多分英語とかタイ語あの翻訳されると一言決まってきてね。そうです。ちょっとで私もじゃあタイ語をベースしたいと思います。はい、よろしくお願いします。彩香さんの、どのアニメを選ぶかによりますけども、アニメで学ぶタイ語いいですね。はい、ありがとうございます。そんなあの第3週目です。今日のタイ語は何をお知らせいただけますでしょうか。はい、先々週がまっすぐ行ってトンパイっていうので、先週がちょっと左に回ってリオサイっていう、はい、次右に回ってっていう、右にやる、はい、よろしくお願いします。はい、リオクワ、リクワ、はい、もうね結構溜まってきました。あの最初やった時からいろいろ。もう私の逆感とは何度も言いますけど、辛くしないでマイペ、これだけは男っていう。必須です、それは。あとはチェックビーンでしたっけ、お会計お願いがしますとか。はい、もうそれさえあれば大丈夫です。いいのかなと思いました。ありがとうございます。第4週目は、現地で見かける日本商品っていうのをね、お聞かせいただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。タイの中継は顔の駆け足し彩香さんとトークを広げました。アーカイブで聞くことができますので、よかったらまた聞いてください。彩香さん、ありがとうございました。ありがとうございます。それではここに1曲お届けいたします。吉川浩二でチラシを微笑みに聞きください。